はい、こんにちは、空波です。せっかくね、御岳の桜まで、見に来たんですけどね、まだちょっと早かったっていうね、ショッキングな出来事でしたね。ちょっと残念でしたね。まだね、つぼみが膨らんでるような状態ですね。松坂とかではね、もうあの葉桜になってるのにね、これ全然時期がやっぱり山の方が違いますね。まあせっかくちょっと花見に来たんですけどね、ちょっと今日は残念なライダーさんが来ましたね。ダブル R、 ということで今日はですね、これからもうやることないですね。ノープランで、帰っていくんですけど、そうですね、まあ以前この三杉の近辺で、あずま屋さんをご紹介したと思うんですよ。あの洋館屋さんね、まあ、見ていただいた方はあのご存知かとは思うんですけど、でそのね、実は、洋館屋さんと同じくらいね、あの実は好きな洋館屋さん、洋館屋さんじゃないか、あのお菓子屋さんがあって、で今日はねそこでお菓子を買って、帰ろうかなと思ってます。でね、今日はちょっとせっかく晴れたんでね、あの無理をお願いして、リコーさんに、無理をお願いしましてね、この今見えますかね、360カメラをちょっとね、期間を延長させていただきましてね、今日は取り付けてそれで、録画をして喋っております。まあ、うまく撮れてない可能性のあるためにね、一応バックアップで。危ねえなぁ、ウィンカー出してねえだろう。まあね、うまく撮れてない、可能性っていうのはね、一応ありますのでね、まあ、そのバックアップのためにね、GoPro も、つけて走ってるんですけどね。はい、今日あのご紹介したいお菓子屋さんはですね、岡本さんっていう、お菓子屋さんですね。まあ、結構ね、いろいろなお菓子が売ってるんですよ、ここも。まあ、知る人ぞ知るお菓子を売ってますね。まあ、中でもどうだろう、羊羹でいうと、今あるのかな、ちょっと昔ちょっと前にね、行った時には一回なかったんですけど、椎茸羊羹椎茸羊羹ですよ、椎茸羊羹、ちょっと想像つかないですよね。はい、椎茸羊羹とか、あとしそ、しそね、しそのまんじゅうとか、まあ、あともなかね、この辺りが置いてあるお菓子屋さんなんですけどね、とっても、まあ、ローカルで、まあ、やっぱりね、あずま屋さんもそうなんですけど、やっぱり素材と水だろうね。素材と水がやっぱりいいんで、やっぱりお菓子もね、すごくこう、この今見ていただいてる風景ね、この風景と同じでね、非常にね、優しくてね、素朴で、美味しいんですよね。まあ、そんなお菓子をね、作ってらっしゃる、岡本さんによってね、お菓子を買って、家まで、帰っていきたいというふうに思います。まあ、それからあの地元の方ですね、何人か、この間それなりにあの東屋さんを、ご紹介させていただいた後にね、東屋さん行って、羊羹買ってきました、食べましたって言っていただいた、方がね、あのいらっしゃいましたけど、あの本当にありがとうございます。お味どうでした？あの僕はね、個人的にはあのゆずの羊羹の方はすごく好きなんですけどね。まあ、今日ご紹介するね、岡本さんの羊羹もね、もし、まあ、知ってる方はね、もうあのいいと思うんですけど、知らない方がね、いらっしゃいましたらね、ぜひ一度、食べてみていただいたら、嬉しいなというふうに思います。そうです。あ、いつも見てます、あの小川さん、こんにちは。あ、御岳の桜行かれたんですか？そう、行ったら、あの、ちょうど御岳だもんね。あ、戻ってきました。あ、まだ全然咲いてなかったんですよね。あ、そうなんですか。いや、なんか今日バイクに乗るとは言うてたもん。あ、どこにおるんかな、
まあとりあえずあの桜見に行く。いやかっこいいですね。ダブル R パワーボックス入ってますね。タケさんのステッカーが、タケさんとお会いしたんですか。はい、かっこいいな。はい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 、藤坂峠ですか。はい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 、鹿島すぐやります。やばい、でもうわー、こかしたらえらいことや。よくこかげられるよね。あの お会いさせていただいたお印に、あの僕の名刺なんですけど、あ、これマダスパンですね。これマダスの欲しく今持ってないんですけど、すみません、ステッカーもしよかったので。どうもありがとうございます。はい、ということでですね、小沢さんに呼び止められていただきました。びっくりした。ダブル R の、小沢さんに、お会いしました。呼び止めていただきました。ありがとうございます。まあちょっと道での立ち話になってしまったんですけど、楽しかったです。また今度よろしければね、一緒に、走りに行きたいなというふうにね、思いますね。はい、山走ってらっしゃるようなんでね、はい、とってもいい方でした。はい、もう本当はね、三杉の道の駅、のあたりまで行って、何かお茶でも飲みたいなとは思ったんですけどね、ちょっとお昼からお仕事のようでしたので、ちょっとね今日は、残念ですけども、断念いたしました。はい、そうしましたらですね、当初の、目的通り、岡本さんに、やっていきたいと思います。いやでもなんか小沢さんも昨日、まあ、僕が、ライブで明日はちょっとどっか、その辺ブラブラと走りに行こうと、いう風にねちょっと話させていただいたんですけど、まあ、それ聞いていただいて、まあ探していただいたっていうような、まあ探していただいたのかな、いや多分走るついでに、三宅の桜のところでね、ちょっと見つけていただいたんで、急に、こう引き返してきていただいて追いかけていただいた、ようなんですけどね。はい、本当にありがとうございました。はい、まあぜひね今度一緒に通方面のね、山は空波や不慣れですのでね、ちょっとそちらの方のご案内をお願いしようと思います。はい、でもねこういう、ところをとことん走るのは、マダスはいいね。うん、一瞬ねなんかバイクが並走されて端に寄れって言われたので、白バイクかと思って。まあ全然、まあバイクは全然違うからさ、すぐあれと思ったんだけど、動画を見ていただいてる、方でしたんでね、本当に嬉しかったです。いや小沢さんのね、バイク WR、 とてもかっこいい WR だったんですけど、嬉しいことにね、タケ、さん、ライドウィズのタケさんの、ステッカーのね、後ろに、貼っていただいちゃいました。空波のねマダスのステッカーで、今日はちょっとマダスだったんでね、マダスのステッカーなんですけどね、貼っていただきました。ありがとうございます。なんか嬉しいですね、こうそのままで貼っていただけちゃうっていうのはね。はい、そうしましたらね、着きましたので、ここで、お菓子を買っていきたいと思います。